おはじゃら、どうもあじゃらです。今回は、前回やった巨人の領主で、やっていた RC モッドっていうやつの、入れ方の説明と、あと僕が、ちょっと遭遇してしまった、その RC モッドのちょっとしたバグがあったんでね、それの対処法について、やっていきたいと思います。というわけで、まず入れ方のやり方ですね。じゃあ、まず Google で、RC モッドって検索してください。で、そうすると、アタックアタックオンタイタントライビュートゲーム RC モッドホームってやつがあるんじゃないかな。で、これのサイトに行って、で、行くと、こんなページに飛ぶと思います。この RC モッドのサイトにね。で、その中で、このホームの隣の RC モッドってところにカーソルを置いて、その下のダウンロードを押します。で、そうすると、Windows と Mac と、ブラウザってやつが出ると思うんですけど、Windows は、Windows の方は Windows 使ってもらって、Mac の方は Mac 使ってもらうだけで、ブラウザーの人は、ブラウザーは、ダウンロードして、展開、ファイルから展開して、普通にやればできるんですが、今回はね、僕と同じ感じで Windows で、ちょっと解説していきたいと思います。で、このダウンロードってところのね、サイトに飛びます。そうするとね、こんな感じのページに飛ぶと思うんで、ここのね、ダウンロードっていう緑の部分を、クリックしてください。そうすると、ダウンロードが始まります。それで、ダウンロードが終わったら、そのダウンロードしたのを、ダブルクリックして、起動してください。そうすると、こんな感じのが出るかと思います。で、この 1180×720 とかは、この Windows の大きさ。で、グラフィックのあれとか、Windows か、Windows っぽくするかみたいな感じのやつがあるんですけど、これ何でもよくって、プレイをします。はい、そうすると、こんな感じのページに飛ぶと思います。はい、で、今、これで僕と同じようなページが開けてる人は、大丈夫なんですが、ここが多分、中には夕日になってる方もいるんじゃないかなって思うんです。そう、なんか、10セカンズなんとかって書いてあるやつね。そう、この状態になっちゃうと、このやつ、これだとできる、この、間違った、このね、間違ってないわ。このレベルエディターっていう、このマップを作るやつとか、このカスタムキャラクターっていうあのキャラクターを自分で作れるやつがないんですよね。そのもうその夕日のやつだと。で、その状態の時の対処法を、今から言います。まずパソコン上のどっかに、何かフォルダを作ってください。そうだね、 RC ファイナルとかそういう名前の方がいいかな。そう、で、それを作ったら、次にさっきダウンロードした RC ファイナルエグゼってやつを、そのフォルダの中に入れてください。で、それを入れたら、その RC ファイナルっていうフォルダごと、パソコンの中にある、ローカルディスク C ってところの、プログラムファイルズ X86 ってとこかなに、もう入れてください。そこに入れた上で、RC ファイナルエグゼをちょっとやってみてください。それで起動すると、僕と同じ画面になるんじゃないかなって思います。というわけでね、これが、RC ファイナルモッド。RC モッドね、RC モッドのインストールの仕方でした。というわけで、ね、ここまでご視聴ありがとうございました。それじゃあ、バイバイ。